As to Pyeongchang Winter Olympic Games held early in 2018 in South Korea, the national government of South Korea has deleted Japan and her land from their official map of participants' map of the world, together with the construction of a monument in suspicion as their

と同時にもう一つ考えなければならないのがあの公式モニュメント「生命の木」ということになりますあの公式モニュメントの「生命の木」は本当に「生命の木」なのでしょうか「広瀬林、浜祭、しジャパン」 According to Wikipedia English, it writes about Tree of Life as follows. The concept of a tree of life is a widespread mytheme myth or archetype in the world's mythologies, related to the concept of sacred tree more generally, and hence in religious and philosophical tradition. The Expression tree of life was used as a metaphor for the phylogenetic tree of common descent in the evolutionary sense in a famous passage by Charles Darwin. The tree of knowledge connecting to heaven and the underworld, and the tree of life connecting all forms of creation, are both forms of the World tree, a cosmic tree, according to the Encyclopedia Britannica, and are portrayed in various religions and philosophies as the same tree. 生命の木は旧約聖書の創世記二章六節以降に出てくる木のことです。エデンの園の中央に 植えられれてていいた木と言われています命の木とも言われています生命の木の実を食べると神に等しき永遠の命を得るとされていますカバラではセフィロトの木とも言われていますヤーウェエロヒムつまりエールの複数形日本語では主のある神と訳されていますが アダムとエヴァをエデンの園から追放した理由は知恵の木の実を食べた人間が生命の木の実までも食べて永遠の命を得唯一絶対の神である自身の地位が脅かされると神が恐れたためとされていますユダヤの伝承では知恵の木の実と 生命の木の実を共に食べると神に等しき存在になるとされていました広浜松市2018年に韓国のピョンチャンで冬季オリンピックが開催されることになっています そのシンプリックなモニュメントが発表されましたこれがそのモニュメントです題して Tree of Life 公式のモニュメントですがその Tree of Life は私林宏がかねてより持っていたコンセプトとは 全く一質のものでした命の木というよりは木の子のような感じがします古今東西の生命の木と比較してみます 1847年に描かれた絵だそうですそして17世紀に描かれた絵だそうですが次の絵がですねウィキペディア百科事典によれば最も一般的な命の木のモチーフだそうです古来よりエジプトでも命の木は表現されていましたニムルードに残る レリーフですユダヤの命の木ですそして中国でも命の木が表現されています三聖体遺跡からこのような命の木が発掘されていますペルシャ絨毯にもその模様としてよく使われていますそしてスウェーデンでも このような命の木が表現されていましたもちろんカバラでも命の木が使われていましたつまりこのような形で命の木は最も神聖な木として世界中で古今東西広くモチーフとして 使わわれてきたというわけですもちろん現代アートの世界でも生命の木はモチーフとして広く使われています、まあ、基本的には生命の木というのは今ご覧になっているような、まあ、形で表現されているということですねそうした現代アートにおける 生命の木と比較してみても、まあ、今回の韓国の東京オリンピックのいわゆるモニュメントはですね、どこか、まあ、率直に言えば、異質ということになるのではないでしょうか。が、その生命の木は、つまり命の木は、この日本にもありました。 現存する生命の木あるいは命の木の中では世界最古の生命の木命の木ということになりますその生命の木があの奈良の法隆寺に残っていました韓国の皆さんお先に失礼いたしましたえ続く動画をどうか the bye for now Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about soaring or a sort of a decoration, usually you can see at the top of a pagoda here in Japan. You see one of them at the top of a pagoda in Horyuji Temple, Nara, Japan. As the Sorin, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that it is the oldest tree of life that exists in the world now. Or you may say, it is the oldest Christmas tree in the world. As to the concept of the tree of life, Wikipedia writes as follows: The concept of a tree of life has been used in biology, religion, philosophy, and mythology. A tree of life is a common motif in various world theologies, mythologies, and philosophies. It alludes to the interconnection of all life on our planet. For sacred tree. 現存する世界最古のクリスマスツリーは、実は法隆寺にありました。法隆寺の五重の塔のてっぺんにある、ソ林と呼ばれる飾り物がそれです。が、 この日本では、それは、フチューパをかたどったものだということになっています。フチューパというのは、もともと、ブッダがダビにふさえた際に残された、ぶっしゃりを収めた、つを言います。陶馬とも言われています。そのフチューパに形が似ているから、そのように考えられています。が、本当にそうでしょうか今日はその謎に迫,迫ってみますが、 聖徳太子が建立した法隆寺にそもそも塔場などあるはずもないのです。その説明もこの動画の中でしますが、法隆寺の五重の塔の草林はスチューパーなるものをかたどったものではなく、バビロニア、メソポタミアにレリーフとして残る生命の木です。生命の木そのものです。つまり草林の支えとなっている 円形の枠を、その形がフチューパに似ているから、フチューパと誤解しているということになります。が、それだけではありません。その生命の木が、クリスマスで祝うクリスマスツリーの原型になっていることを忘れてはいけません。クリスマスツリーです。今では、キリスト高単祭、つまり、クリスマスにはなくてはならない飾り物ということになっていますが、元はといえば、バビロニア。 メソポタミアの神々の生命の木でした。それがゾラスター教、ミトラ教へと引き継がれ、それがキリスト教へとつながっているということです。そのこともこの動画の中で説明しますが、それはさておき、そうなるとバビロニア、メソポタミアに残るレリーフを除いて、現存するクリスマスツリーの中で法隆寺の五重塔の草林が世界最古のものであるということになります。わかりますか 世界最古のクリスマスツリーは皆さん、この日本にあるのですよ。それが法隆寺の五重の塔のてっぺんを飾っている総林ということになります。では、画像を見ながら説明します。皆さんを法隆寺へ案内します。法隆寺です。そして、五重塔です。この五重の塔のてっぺんに、 草輪と呼ばれる。言うなれば、飾り物があります。これがその草輪です。で、法隆寺でも、まあ学校でもですね、この草輪は、フチューパーをかたどったものだと説明しています。右が生命の木です。メソポタミアのレリーフに残る、えー、生命の木です。で、草輪の ま、検証をしてみます。これが法隆寺五重塔に残る草林です。右がメソプタミアのレディーフに残る、まあ、生命の木ですね。この双方をまず簡単に見比べてみてください。枝のようなものがですね、くるんと下側へ曲がり込んでいるところまで同じなんですよ。注意深くご覧ください。 ここが今日のポイントということになります。なあち、左の法隆寺の草林は、右のメソポタミアの生命の木と大変よく似ているということですね。となりますと、この丸い円形のものは何かですけども、私は支柱と判断しました。いわゆる、まあ、支えですね。 で、その支えをとってみますと、こういう形になりますが、それはそのままメソポタミアの生命の木と同じになります。上にいるのはこれマフダ、アフラマザーではなくて、メソポタミアではエンゼルと呼ばれていました。これが生命の木ですね。天使ですね。まあ、あの、先ほどのはね。で、これが、まあ、生命の木。左が法隆寺の五重塔に残る僧林です。 中部画ご覧ください。この下側へぐるっと回り込んで、そしてこの束ねてありますね。この束ねることにも宗教的な意味があるんですよ。いわゆる魂を束ねるという意味からね。まあそれはいいんですけども、みんなですね、成田山の、まあ、あります、いわゆる生命の木ということになりますね。もう生命の木と断言していいと思います。で、これが、左がメソプタミア、右が法領寺の五重塔です。そして、 中心を見ますと、やはりこうなってますか、束ねてあるってことですよね。えー、束ねてあり、そして、その、縦棒がですね、縦の棒というか、茎って言います。なんて言ったらいいのかなそれがやっぱりこう三本になっているところも同じだということです。左が生命の木です。右が法隆寺、五重の塔に残る草林です。比較してみてください。 皆さん自身の目で比較なさることが重要かと思います。いかがですかで、同じものがですね、実は荒野山にもありました。これは根本大頭の隣の寺にあったものですけどもね、あの、このてっぺんを見ていただきたいと思います。ここにもやはり同じような生命の木が、あをかたどった草林がありました。右が、 成田山です。まあ、西ンドですよね。で、中央に法隆寺の五重の塔の草輪を置いてみます。みんな同じだということに皆さんお気づきになると思います。で、問題はなぜ同じかということですよね。なぜみんな生命の木をかたどった草輪を、まあ、塔のですね、えー、てっぺんに乗せているかということですよね。 それにはですね、まあ、神々の歴史を簡単に振り返ってみる必要があると思います。では、簡単に神々の歴史をおさらいしてみたいと思います。まあ、アフラマズダ、あるいは、まあ、天使だったかもしれません。で、それを、まあ、アフラマズダを信仰して、信仰してですね、ザラストラがドラスター教を起こし、その流れの中からミトラ教が生まれます。そして、ミトライコール聖徳大使です。 その証明もいたしました。て聖徳太子は法隆寺、それから五重塔を建立します。そのてっぺんに僧林を乗せます。そして、ミトラ教は未霊となりますね。密教です。未、密教というのは未霊の当て字です。ダシルルンポへ現状三蔵が行って、そして密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って修行し、密教を日本へ持ち帰ります。そして、今後無事を開きます。 これが根本台道です。そして、塔を見ていただくとわかりますように、上が成田山の青蘭道です。同じですね。こういう流れの中から、えー、生命の木が日本へ伝わったというふうに考えられます。あれ逆だったかもしれませんよ。それがまたね、あの、こうした古代の謎の面白いところですよ。そして、聖徳太子はミトラ棒を被っています。 ま、これはあの、聖徳太子の像はこれは後にできた創まあ、像図ですけどもね、えー、同じようなコンセプトでみんな描かれています。そして、その流れ左に行ったね、ギリシャ彫刻では、ゼウスがサンダーボルトを持つ。それが、チベットでは、バジュラになり、そしてゴコションになり、空海の庭へと渡ります。このような流れの中から、ナイターさん、それから今後、無事、それから、いわゆるまあ、五重の塔法隆寺とつながっていくわけです。 これで皆さん分かっていただけましたね。なぜ、これあの、まあ、3箇所にですね、えー、生命の木をかたどった、いわゆる、まあ、なんて言いますか、草輪があるかという、えー、ことになります。で、ちょっと話はそれますけども、まあ、クリスマスツリーですね。いわゆる、生命の木です。これが生命の木ですね。そして、えー、これはメソプタミアのレ、えー、リ,リーフです。 中央に tree of life が飾られています。何かの真珠をしているように見えますね。いわゆる永遠の命を授かる、まあ、木ということになります。そしてこれが、えぇ、ー、林ですね。比較してみてください。ここにこのような形で置いてみますと、まあ、しっくりと収まると言いますか。同じということですよね。要するに。 なぜその五重の塔に、法領寺の五重の塔に総林があるかといえば、ミトライコール聖徳大使だからです。 で、ミトラと仏教の関係を考えてみたいと、ミトラ教とですね、ブッダの関係を考えてみたいと思います。12月25日、ミトラは母アニヒータのもとで、主女解体で馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラを祝福します。これが3人のマギです。3人のマギというのは、ペルセポルスに住んでいたカンブジア、ストダナゴータマ、それにダリウスです。 これが、この三人がミトロの誕生に駆けつけて、えー、ミトロの誕生を祝います。こうしたまあ名前がついていますけど、これは、まあ、後でキリスト教徒がつけた名前です。で、三人のこの眉毛を見ていただきたいんですけども、皆同じフリジア帽をかぶっていますね。そしてトルコのマントを身につけています。となりますと、二番目はストダのゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいる知っタルダるゴータマのお父さんということになります。 これがサントアポリナーレ寺院ですけどもね、ここにその世界最古の三人のマギの、えー、モザイク画が残っています。で、この三人のマギが、キリスト教徒側の方ではですね、イエスの誕生の時にやってきた三人の賢者、三人の博士、あるいは三人のマギと説明されています。しかし、マギというのは固有名詞ですから、キリストの誕生に間に合うはずがないんですよね。三人。 三番目のダリウスがですね、えー、中央の人だなゴータマを倒して、倉についたのは紀元前522年ですからね。ですから、どんなに頑張ってって、まあ、あえまあ、キリストの誕生には、間に合ってか、先に、先の人ですからね、ダリウスはね。まあ、これはみんな、まあ、偽の名前だということを説明しています。これはまあ、トルコのケープを身につけている。っていうことですよね。ですから、あ ここで、まあ、仏教、ブッダ、ブッダのお父さんがここにいたということになりますと、仏教とミトラ教の接点が生まれるわけです。なあち、ブッダのお父さん、なあち、ストダナゴータマがミトラの誕生に駆けつけているということですね。なあち、まあ、上下の位から言えば、ミトラの方が上だということです。ですから、ミトラの化身である聖徳太子がですね、ブッダを祀るはずはないわけです。 祀るとしたらザラス,ストラになるわけですけどもね、ミトラ。もしくはザラス、ザラストラってことになりますよね、ミトラの上、超異心はザラストラですから。で、まあ、この、サンタクロースもですね、フリジア帽を被っていることに注意してください。これはセリキムラさんが教えてくださいました。で、ダリウスの話もちょっとしておきたいと思います。まあ、ダメ押しってことになりますけど、これ3番目にのがダリウスです。 えーまあ、ダリウス、ペルセーポリスに残る碑文によればですね、えー、カンブジャーがエジプトに行っている間にストダのゴータマが位を奪った、奪ったと。で、ゴーダスたちを位置づけて、ダリウスがストダのゴータマを追い出します。そしてそのストダのゴータマは息子のですね、セッダーアルタゴータマすなわち、シッダーアルタゴータマすなわち、私たちがブッダと呼んでいる、えー、シッダーアルタゴータマを連れて、ネパールへと、ネパールの現在のルビニあたりへと逃げていったと考えられます。 カンブジアはそのままね、まっすぐルート1に沿って、えー、プレハビーへ行ったものと考えられます。ともかくも3番目にいるのが、これがダリウスです。ですからダリウスが、紀元前522年、あるいは520年にですね、4月1日に、クライに着いたときには、もう、カンブジア、それからスダナゴータマは、スペルセポルスにはいなかったということになります。ですから3人が、マギこれ3人をマギって、3人のマギって言うんですけどもね、こういう名詞、3人のマギが、 やる、まあ、ミトラの誕生に駆けつけたときには、まだこの3人は仲が良かったということを表しています。が、その後、ダリウスは2人の前の王を追い出して、自らがグレイト、いわゆる、まあ、ダリウス大王として、ペリセプルスの、まあ、王として君臨します。ダリウス一世ですね。そしてこう比較してみますと、正確に、えー、サンタポルナレの壁画はですね、ダリウスを表現していることがわかります。はい これがダリウス、ザ・グレイトです。そして一番前にいるのがカンブジアです。そして二番目が人だらのゴータマスの味、ブッダのお父さんですよね。ブッダのお父さんです。そしてこの、この像はですね、ブッダ像、苦行中のブッダになってますけど、私は人だらのゴータマだと思います。その証拠にですね、台座のところにゾラスター教の真人の模様がこのように彫り込まれています。中央で火を焚いてますね。そしてまあ、上半身、剥き出した、まあ、 南天仏教の独特の衣を着て、えー、僧たちが何やら、まあ、儀式をしています。この儀式というのは、まさに、ゾラスター教の神事であるということです。まあ、ともかくも、二番目にるのがストダナゴータマになります。その息子がセッダールタゴータマということになります。ここでは一応、まあ、シッダールタゴータマというふうに表現しておきました。苦行中のブッダという名前になってますからね。まあ、それだけではありませんね。まあ、こうして精査していきますと、いろんなことがわかります。右がミトラ。 像ですね。皆さんご存知のミトラ像です。そしてトルコのケートルキシケープを身につけています。襟巻きも特徴がありますね。そして模様も一緒なんですね。これ面白いですね。まあ、偶然の一致っていうことなんでしょうかね、模様というか。あの、ミトラの模様も同じのがあります。ごめんなさい。それからこれが、左が、あの、まあ、三人の賢者がやってきたということになってますけど、となると賢、3人の賢者というのは、三人の前に、すなわちペルスポリスからやってきたスターゲイザーということになります。今この、 トルコのケープと比較していただいています。どう考えてもこの左の人は、えー、ミトラ、ミトラボーまあミトラ教のシンボルであるフリジア帽を被っているとなりますと、キリストの、えー、生誕の時にですね、キリストのもに駆けつけるはずがないわけです。すなあち、まあその後ですね、キリスト教は徹底的にミトラ教を弾圧しますからね、ポーズも同じですよね。ここに注意してください。姿勢も同じということです。すなあち、この三人はミトラ教の、まあいわゆるまあ、 ビトロティコ、ゾラスター教の流れを組む、まあ、信者であるとなわち、カンブジャー、それからストダナゴータマ、それから3番目、一番左がダリウスということになります。そして、してストダナゴータマが、ダリウスに追われる形で、息子のシッターアルタゴータマとなわち、セッターアルタゴータマですね、宇宙の解放者、宇宙の真理の解放者という名前だそうですけども、連れて現在のパールのルンビニあたりへ逃げていきました。そしてそこで仏教を起こします。 私は父親のセッダルタゴータマと、ストダナゴータマとですね、シタアルタゴータマ二人で仏教を起こ,た起こしたと考えています。さあ皆さんどうですかこの中央の草林はストーパーに見えますかそれとも生命の木に見えますかそれは皆さんの判断に任せます。まあこれをストーパーという方がおかしいということです。なあち、聖徳太子がですね、えー いわゆる、まあ、ブッダの像、仏像、まあ、ぶっしゃりをですね、五重の塔の頭に置くはずがないわけですね。上位。いわゆる、まあ、ミトラの、ミトラの方が上位ですからね。で、もう一回結論を出しますと、これが、まあ、生命の木をまあ、いろいろという形でモチーフとなって表現されています。ここにも描かれてますね。 この生命の木っていうのが、あの、旧約聖書のアダムとイヴの、まあ、食べ、食べなかったって言いますかね。知恵の木は食べるんですけどもね。木の実は食べるんですけども、生命の木の実は食べないで、アダム、エデンを追放されます。そしてエデンの東へと、まあ、行くわけですね。これが、生命の木。すなわち、私たちは現在、クリスマスツリーと呼んでいるその木っていうことになります。が、この木は、もともとは、生命の木であるってことになっていくわけです。 で、ここに星がありますね。クリスマスツーリーには、古来より、頂点に星を置きます。すなわち、これはキリスト教の神のを表しているわけであないって一つの証拠になるわけですね。ベートーベンも大工の中でですね、えー、いわゆるまあ星空の彼方に、星空の彼でっ,っていう形で、えー、いわゆる神々を叩いています。ここに言う星空の彼方星っていうのは、これはミトラ教の言い方であって、キリスト教の言い方でありません。すなわち、えー まあもっともっと言えばですね、公共曲第9番は、プロメイス参加の歌ということになります。まあともかくも、五重塔の、まあてっぺんにあるこの総林はですね、まあ現存する、形として現存する、まあクリスマスツリーの中では、世界最古の、世界最古のクリスマスツリーということになります。まあいかがですか ですから私たちこの日本にですね、世界最古の、まあ、クリスマスツリーが現存しているということになります。まあ、続くビデオは聖徳太子の謎に迫ったものです。どうかご覧ください。バイ。h e l l this is Hiroshiyashi Atago Japan.Mystery of Soaring Decoration of the Bagoda In 法隆寺 temple. 法隆寺五重の塔の草林の謎、えー。今日、法隆寺へ行ってきました。先ほど帰ってきました。で、草林の写真が手に入りませんでしたので、法隆寺へ行って写真を撮ってきました。この、まあ上部にあるのがこれが草林って言われるものですね。で、この草林について、 まあ、法隆寺の、まあ、<laughs> まあ、そこにいらっしゃいました僧侶の方にですねこ、あれは何ですかって聞きましたら、あれはスチューパをかたどったものだと。スチューパーっていうのは、まあ、あの、左のようなものをスチューパーっていうんですね。で、ハ、は、ー、あ、うですかっていうことを、だったんですけども、えー、アタグさんが、僧侶は生命の木。 tree of life であると主張なさっていらっしゃいます。まあ、どちらが正しいかということですよね。で、比較してみることにしました。と言いますか、えー、写真が手に入りましたので、皆さんに紹介いたします。検証、まあ、旅行をしてきました。で、法隆寺、へまあ、今日は寒かったですね。えー、途中、前原のあたりには雪が積もっていました。えー、まあ、 肌を切るような風の冷たさを感じました。で、まあ、あの、参拝者もほとんどいなくてですね、えー、まあ、こうした静かな放流時を散策することができました。で、これがその草林なんですね。で、比較してみます。これ まあ、あの、なんて言いますか。これ、あの、左が、えー、法隆寺、五重の塔の総林です。で、右の方が、生命の木ですね。tree of life です。で、この、形を見ていただきいただいとていますかね。作り方のコンセプトですね。棒がぐるっと伸びて、ぐにゃっと曲がっている。特に、ここに注意していただきたいんです。あの、先、あの、反対のこの右の方でぐるっと中内側へ曲がってますね。 このコンセプトが全く同じな、同じだってことが、ハッカーの今回今、今日言っていまして、わかりました、えー。皆さん自身の目でご確認ください。まあ、ここまで一致してますと、違うという方が無理ですね。はい。ということが確認できました。ただし、本数がですね、 えー、法、法隆寺の五輪、あ五十の塔は、一方が六,六,六で中心にな、もう一本あるわけですね。で、tree of life の方、これはあの、あの、レリーフの一枚ですけども、まあ、このレリーフに関して言えば、二本多いわけですよね。ということで、数が六七で、まあ、合いませんでした。まあ、それを除けばですね、まあ、まさに、えー、五重の塔の方、総輪はですね、 え、アフラマズダー、そして、エンディル、延期ですね。ごめんなさい。延期の、延期がの人間をあの、改造したわけですからに、ね、命を改,改造して、そしてその、遺伝子操作をして人間を改造したわけですね。ですから、あの、それがあの、ミトラの流れ、ギリシャ彫刻の流れと繋がっていくわけです。まあ、結論から言いますと、まあ、今日検証旅行に行きまして、えー、これはまさに、 tree of life だということなんですね。ええ。これは間違いないですね。と言いますかなぜ、じゃあ tree of life が法隆時の総理になっているか言うまでもなく、聖徳太子が、え、ミトラだったからですね。あるいは、大変ミトラのミトラ教の中でも重要な人物であったからですね。 ま、これがアフラマズダもしくはゾラ、ザラストラと言われてますけども、太陽の神ですね。でミトラがそこから生まれて、それがギリシャ彫刻からガンダーラ、ガンダーラから中宮寺のハンカシーゾーとつながっていくわけです、えー。聖徳太子がそこにいますね。で、聖徳太子が、えー、法隆寺を建立し、五重の塔を建てて、その、えー、上にですね、 ほう、草林、まあ、ちょ、ちょ、ちょ、頂上と言いますかね、五重の塔の、てっぺんにですね、えー、ま、やるその、生命の木を形、かたどった、え、草林をつけたところで、なんだ、不思議はないということですね。それとも、え、あなたはですね、法隆寺の住職の方がおっしゃいますように、あ、総理の方がおっしゃいますように、これはシチューバだと思いますかということなんですね。続くビデオ、どうかご覧ください。Thank you very much. Bye.Hello, this is Atago, Cube Store and Hiroshihaya Shi, Japan.To live life in Japan.God's masterpiece. 生命の木 in 日本神々の芸術。Atago さんが大変な発見をなさいました。 それをここに紹介できることを大変光栄に思います。まず簡単にアタゴさんの説を説明させていただきます。左がバブイノイラシュメールに伝わる生命の木です。そしてその生命の木と日本の五重の塔の先端につけられている草林とコンセプトが同じだと言われるんですね。で、精査してみましたが同じです。 この草林についていろいろな説がありますが、まあ、結論を先に言えばよくわからないっていうことになっていますね。いろんな説があります。で、これが、あバビロニアのあレリーフですけども、生命の木です。右が法隆寺の草林です。数、形、同じですね。もう疑いようがないですね。ということを後で詳しく 述べます。が、しかし私は実はですね、今日午後、Tube ストアさんから送っていただきました、このブローチについて調べていました。このブローチがですね、私が持っている、と言いますか、森本さとしさんから送っていただきました資料のものよりもね、で、で、ものもよりもはるかに詳しく聖地なんですね。で、もう一度比べてみますと、上がノルウェー、下がデンマークで見つかったブローチです。このノルウェーで見つかった ブローチは明らかに UFO 型をしています。で、今回、キューブサーさんから送っていただきましたブローチがこのブローチです。そして、デンマークで見つかったブローチです。デンマークというのはもともとこうした銀細工が盛んなところです。10世紀頃作られました。えー、っと、デンマークの方はね、左の方は現在メトロポリタン美術館にあるそうですけども、年代はわかりませんが、ほぼ同時期だと思います。そして、 4つのリムに黄色い線を重ね、そして、まあ5つの突起物が中央を含めてあるわけですけども、これを比べてみますと、全く同じなんですね。全く同じなんです。ということは、これらのブローチは芸術作品として、いわゆるその作った人のね、芸術性、創造性に基づいて作られたものではなくて、きちんとしたコンセプト、きちんとした数式、きちんとした、まあ形式に則っ,って作られたものだということがわかります。 ただ一箇所だけこの四角い部分が左は三つの穴、右が四つの穴ってことになっていますので、ここだけが矛盾しています。が、ともかくも同じものだと。同じコンセプトで作られたものだということがこれでわかります。すなわち、それだけ重要な意味を持っているということなんですね。上がノルウェーレイで見つかった UFO 型プローチです。下がチューブスターさんが送ってくださったプローチを横から見たところですね。そしてここに窓らしきものがあるってことで私は UFO とまあ関連付けて 今まで考えてきました。が、しかし、それ以上の意味があったんですね。それが今回、キューブスターさんが新しいのを送ってくださったことではっきりしました。UFO 型であると同時に、実は、このブローチにはさらに大きな謎が隠されていました。一番上がデンマーク、ノルウェー、そして真ん中がメトロポリタン、現在メトロポリタン美術館に所蔵されています。で、左が私が絵にした ブローチですね。真ん中の一番下を絵にしました。そして右が、えー、スウェーデン、ゴッツランドで見つかったブローチです。UFO のナイフと思われます。こうして並べてみますと、これらのブローチは、まあ、あの、5つのブローチはですね、それぞれ関連性を持っていると思われます。で、tree of life、生命の木。日本ではほとんど馴染みがありませんけれども、西欧では生命の木っていうのは、まあ、ごく自然な ま、進行の対象となっています。で、こうして線でつなぎますと、形が浮かび上がっていきます。で、これを立てて、そして、生命の木を置いてみますと、ぴったりと重なるんですね。驚きました。右が生命の木です。tree of life です。命の木です。そして、左が今回見つかったブローチです。リムの形、穴の形がしっかりわかりますから、こうして線を引くことができました。 キューブスターさんどうもありがとうございました。そして、比べてみますと、中心部でやや幅が広くなっていますけども、基本的な構図は同じです。なあち、このブローチは生命の木を表しているということがわかりました。ただ単なる模様ではなかったんですね。ですから、このタイプのブローチはきちんとコンセプトを守りながら作られているということになります。生命の木というのは、まさに人間の起源に まあ、元を置くといいますか。人間の起源を示す木なんですね。人間が延期によって改造された時から、こうした木があったというふうに考えています。これが tree of life ですね。で、生命の木そのものが、現在に今も、まあ、半ば信仰的な対象として扱われています。 これは、ま、一種の生命の木の模型図ということになりますね。これがバビロニアです。上に、えー、アフラマズダがいますね。で、こうして人間は創造されたということなんですね。いわゆる遺伝子操作によって作られました。そしてそれが、世界中に広がり、そして現在の今至るまで世界中で生命の木を まあ、信仰している人がいて、そして守っている人たちがいるわけですね。これらはすべて tree of life と言われている、まあ、なんて言いますか、シンボルの、まあ、模様ですね。まあ、日本ではほとんど知られていませんけども、あの、しかし、まあ、生命の木で調べますと、ヒットします。ここなんですね。これを見たときに驚きました。 アタゴさんがほぼ同時期に情報を送ってくださいました。2015年1月2日のことです。では、アタゴさんの新発見を皆さんに紹介いたします。これも日本の考古学をひっくり返すような新発見です。左が生命の木、そして右が草林です。もう一度、アタゴさんの情報をお読みください。 あ2015年の間違いです。2014になってますけど、2015の間違いです。そこで調べてみましたが、一致しました。右が法隆寺の草林です。その 上の方を見てください。ちょっと影に隠れてますけども、数、形、一致してますね。さらに、拡大しています。間違いありませんね。皆さんご自身でご確認ください。そして、左が薬師寺の草林です。これはバビロニアに残っている生命の木、tree of life です。 ぐにゃぐにゃっと曲がってるところ。そして先のところで、花のように分かれているところ。もう間違いありませんね。で、私は同時にバイキングの謎も、バイキングバックルの謎も解けました。なぜこのような伝えの草のようなねく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 ねしたその模様があるかということをずっと疑問に思っていました。みがバイキングバックルです。バイキングバックルは、これは隠れキリシタンのための いわゆる三尾一体の十字架を表すと同時に、なんと生命の木を表していたんですね。さらに、アトムさんはこうおっしゃっております。起源は生命の木で、日本の可能性も出てきました。大賛成です。日本のは古くて、そして聖地にできているということを皆さん、記憶に留めてください。日本が起源の可能性が大きくなってきました。 ということで、568号を送ります。どうかご覧になってください。